開脚をして、内ももの下が引っかかる時の、自分の観察の仕方について説明したいと思います。多いのが、痛いけど頑張って伸ばすとか、痛いからやらないっていう感覚になってしまうんですけど、痛い原因を作ってる今伸びていない場所があるという考え方をする必要があるので、まず伸ばそうという感覚をなくします。痛ければ痛いぐらいからちょっと楽なところ来て、ここから伸ばすのではなくて、この状態をキープしながらどこが引っかかってるかなっていうのを考えます。内ももなんかが突っ張るときには多い状態として、内ももというよりも鼠径部が固まっていることが多いので、こういう伸ばし方をしたりとか、それを強く伸ばしてあげたりとか、もしくは、正座で倒れて、ここを広げるようなことをしてあります。これが全くぴったり当たらないことももちろんあるんですけど、だいたい鼠径部から内ももについてこう伸ばしてあげると開きやすくなるので前に倒れやすくなります。そこから、さらに見てみると、後ろ側、お尻とかの胴体が硬くなっていることが多いので、こういう感じで横に倒れてみたりとか、少し置いたまま遠くに伸ばします。この時は内ももをあまり意識せずに、骨盤から脇の下までが遠くに伸びるように意識します。そうするとお尻側が伸ばされていくので、前に倒れるときにお尻の動きに余裕が出ます。そうすると内ももを引っ掛けることなく体が前に倒れていくようになるので、内ももが引っ掛かった場合に、内ももが痛くないまま体が開脚で倒れるようにするにはどうするか、この状態で気持ちよくできるにはどうするかを考えて練習を組み立てるようにしてみてください。その時のアイデアは、その人それぞれで変わってくるので、ゆっくりと呼吸が止まらないようにしながら楽な状態を意識するということが一番大切になります。それぞれ、自分なりの、観察をして自分に一番良い方法を見つけてみてください。以上です。